僕エコリン。僕はみんなが住んでいる星、地球の妖精だよ。みんな、今地球が大変なことになっていること知ってるかな？みんなが生活している中で出てくる二酸化炭素がこの地球を暖かくし、地球温暖化の原因にもなっているんだ。そのため海の水位が上がったり、集中豪雨など様々な災害の原因にもなっているんだ。さあ、住みよい地球にするために私たちにできることは何だと思う？それはゴミのことなんだ。それでは小牧の資源ゴミについて紹介しよう。現在小牧市の家庭から出る資源ゴミの量を見てみましょう。徐々に人口が増えるに従ってゴミの量も増え続け、ようやくここ数年で横ばいになってきました。その量は1年間で 39,341 トン、1日に出るゴミの量は108トン、ゴミ収集車でおよそ54台分になります。環境センターには毎日毎日びっくりするくらいのゴミが届くんだ。たくさんのゴミを処理するのにみんなが寝ている間もゴミを燃やしているんだ。これ以上ゴミを増やさないようにするにはみんながゴミを出さないようにしなければならないんだ。そこで 3R に心がけて生活することが必要なんだ。みんな 3R って言葉知ってるかな？ 3R とは1つ、リデュース、ゴミを出さない。買い物するときには自分で買い物袋を持っていき、お店でレジ袋を断りましょう。詰め替え商品を使いましょう。生ゴミを堆肥にしましょう。レジ袋は年間1人当たりおよそ300枚使用していると言われているんだよ。レジ袋1枚作るのに大さじ2杯分の石油が使われてるんだ。レジ袋を断ればそれだけでもゴミの減量につながるんだ。2つ、リユース、繰り返し使う。物を大切に使い、壊れてもすぐに捨てずに直して使いましょう。いらなくなったものを欲しい人にあげたり、フリーマーケットに出したりしましょう。3つ、リサイクル、再び資源として利用する。資源、ゴミは分別して出しましょう。資源となるゴミは原料に戻し、新しい製品として再び利用することができます。この3つのことを 3R と言うんだ。ゴミを減らすのは大変そうだけど、みんなで協力することが重要なんだ。そこで実際にゴミを減らそうと実践している人を紹介しよう。主婦の山田よし子さんは家で出る資源、ゴミを減らすためにいろんな工夫をしています。分別用のゴミ箱がきちんと整理されている。雑紙は
雑紙用袋にまとめて入れる。わからないものは調べて分別を実施。古着は捨てないで人にあげたり、作り直してウエスにしている。使用済みタオルは雑巾として利用。生ゴミはコンポストを使って畑の堆肥にし、野菜作りのための土にしている。雑紙の分別。生ゴミを堆肥化することで白袋は10リットルで済むようになりました。さらに山田さんはこんなこともしています。リデュース。マイバッグを持って買い物に行く。本当に必要なものかをよく考えてから購入する。いらないものはただでも断る。品物の包装は簡単にしてもらう。リユース。使いかけのものは最後まで使用し、壊れそうなものは修理して使う。フリーマーケットに参加している。皆さんも山田さんに負けないようにゴミ減量に努めましょう。みんなもゴミの分別について学ぼう。小牧市では資源、燃やすゴミ、燃やさないゴミ、粗大ゴミの4種類に分けて収集しています。資源。資源は様々な種類がありますので要注意です。品目ごとに別々の袋に入れて出してください。プラスチック製容器包装。容器包装とは商品を入れたり包んだりするもののことです。プラマークがついているものはすべてこれにあたります。ボトル類はソースなどのボトル、洗剤や薬、化粧品などの容器。ポリ袋、ラップ類はレジ袋、お菓子の袋、ラップなど。カップ類はカップ麺の容器、卵パックなど。トレイ類は生鮮食品のトレイ、コンビニ弁当の容器、果物、惣菜のトレイなど。その他としてプラスチック製の蓋、発泡スチロール、果物のネットなど。出し方ですが、中身を残さないようにし、水でさっと洗い、資源用収集袋に入れ、資源回収場所へ出すようにします。目印はプラマークです。プラマークがついているかもう一度確認してから出してください。プラスチックはこのような製品に再生されます。よくある質問コーナー。汚れのついた容器包装はどのくらいきれいにすればいいの？はい、トレーなどの中身は残さないでください。さっと洗ってください。チューブ類はこの程度の残量は大丈夫です。よくある間違いコーナー。これらのようなプラスチック製品そのものはプラスチック製容器包装ではないんだ。プラスチック製品そのものは燃やさないゴミとして赤袋で出してね。ただしライターは必ず使い切ってから出してね。続いて空き瓶。お酒の瓶、ドリンク瓶、化粧品瓶、雑瓶などが対象となります。
一升瓶やビール瓶などのリターナブル瓶は販売店へ返却してください。出し方はキャップを取り外し水でさっと洗い、資源用収集袋に入れ資源回収場所へ出します。空き瓶はこのような製品に再生されます。空き缶、飲料用や食品用のアルミ缶やスチール缶のことを言います。タバコの吸い殻などは絶対に入れないでください。また非食品類の缶は金属類になりますので注意してください。出し方は中身を空にして水でさっと洗い、潰さずに資源用収集袋に入れ資源回収場所へ出します。空き缶はこのような製品に再生されます。金属類、これらのような金属でできた製品が対象となります。ただし縦横の高さのいずれか一辺が60センチ以上のものは粗大ごみになります。出し方は資源用収集袋に入れ資源回収場所へ出します。スプレー缶の出し方は中身を使い切りノズルを取って穴を開けてガスを抜き資源用収集袋に入れ資源回収場所へ出します。ガス抜きをしないと火災の原因になりますので要注意です。金属はこのような製品に再生されます。よくある質問コーナー。じゃあ掃除機はどのように出せばいいの？はい、モーターの入った本体部分は金属類へ、ノズルなどの他の部分は燃やさないゴミに出してください。電子レンジやガスコンロは？縦横高さがそれぞれ60センチ未満なら金属類になりますが、60センチ以上なら粗大ゴミになります。必ず電池、ガスボンベは取ってください。ペットボトル、飲料、酒類、醤油用のペットボトルが対象となります。ただしソース、食用油や洗剤などの非食品類のボトルはプラスチック製容器包装となります。出し方は蓋を外し水でさっと洗い、潰して資源用収集袋に入れ資源回収場所へ。ペットボトルはこのような製品に再生されます。